林洋介は、ラジオ日本の、元アナウンサー。1960年に、ラジオ関東入社後、スポーツアナウンサーとして、ラジオ日本ジャイアンツナイターや、ラジオ日本土曜、日曜競馬実況中継などスポーツ実況を、中心に活躍した。また、曲ナ時代はこの他に、オールナイトパートナーという深夜番組の木曜日を、担当している。特に、 競馬中継ではラジオ日本における競馬実況の草分け的存在である久保田康夫の後を受け、井口康子や樋口忠正とともに競馬実況の看板アナウンサーとして活躍。また、武田はじめ、千田脇地、加藤雄介、細渕竹明などの後輩競馬実況アナウンサーを育成し、ラジオ日本の競馬中継を長年にわたり支えていた。 後輩の加藤祐介によると、林は競馬実況を担当するレースにおいて、出走各馬が本馬場,場入場した際、一目見ただけで出走馬をすべて覚えてしまうという驚異的な記憶力を持ち、レースでは最後の直線で勝ち馬を瞬時に判断。花さの際どい勝負においても勝ち馬を言い切る正確さを持っていたという。ラジオ日本を定年退職した後も、 ラジオ日本土曜日曜競馬実況中継で実況や司会を担当していたが2001年以降は司会での出演が中心でレース実況も大レースや短距離戦ではなく中長距離の一般レースや準メインレースを担当重症競争でも2000年の第45回有馬記念を最後に GI の実況は担当しておらず2001年以降は G.I.I. 議員を担当。2003年3月を境に、競馬中継自体からも退いていた。2013年5月25日、ラジオ日本競馬ブログ、馬ログ。記事で、ラジオ日本の後輩アナウンサーである、加藤雄介が、林の家族から彼が死去した胸の手紙が届いたという記事を投稿した。ありがとうございます。